会社はどちらの どちらに本社があるあれなんですか。本社は北九州。ああそうなんですか。でそこで製造して、はい、でなんか拠点は多いので、はい、札幌、神奈川、愛知、京都であと九州に2店舗あるんですけど、あ結構旅先とかでも週でもあるし、そういった便利に使っていただいて、はいはい、じゃあこの辺でアフターって言ったら神奈川に持っていくような感じ。狭いとは思わないけど、あ、二段ベッドだね。でやっぱり寝るのはね圧迫感あるかも、はい、カプセルホテルじゃないけど、あ、俺はあんまりあれだけど気にしないけど、ちょっと欠点がちょっとマットが薄いんですよね。ああ、結構深くてですね、やっぱり。まあその上に何かを敷くかだな。その上の人の体なんとか重量みたいなのがあるんですか。まあ120何十。ああじゃあ普通の大人は大丈夫。子供用ってわけじゃないんですね。なんか敷けばいい。普通のお布団を敷くしかない。使われる方はもう敷きっぱなしっていうか、うん、ベッドに敷っぱなしなので、まあちょっと厚めのマットを敷いたりっていう方は多いですね。晩婚でいつもあのベッド作ったり壊したりっていうのはすごい煩わしいだろうなって、はい、晩婚からキャプコンに乗り換える方の原因はもう理由はそれです。そうですよね、きっとね。押す、なんか押すんじゃない。シャワーもつくんですか。シャワーもつけることできますね。その場合は温水が出るシャワーも作れます。あボイラーが必要になってくるのと浴びれても60リットルぐらい、はいはい、タンク2つぐらいですね、うんうんうん、シャワーつけるとどのぐらい。シャワーつけると大体20万ぐらい。あタンクもちょっと大きいものつけなきゃいけないので、そうすると35万ぐらいかかります。でもまあそんなもんだね。でもシャワーいらないと思う。まあキリがないからね。これとこれはどっちが売れるんですかね。今は向こうの方が売れてます。みんなトイレがいらない。トイレがいらないっていう方が多いというか、今までなかったんですよね。トイレがないキャンピングカーっていうのは。基本的にトイレついてたんだ。そうですね。で、実際使わない方がいらっしゃって、その方にしてみるとはない車がすごいドンピシャっていうか、ね、ぴったりなので。で今売れてるんですよね。手入れがめんどくさいから。もう手入れがめんどくさいのと捨てる場所がなかなかない。ああ。で、あとは日本はほとんどトイレとお風呂では困るところが少ないので、うんうん、外国だともうあんまり捨てるあのトイレね。道の駅とかそういうのもないですし、はいはい、キャンプ場に行って固定してで、キャンプ場にもそういった汚水の便装があって、でそこにつないでっていうスタイルなんでトイレが当たり前なんですけど、日本だとそういう使い方ができないんで、でもうトイレ全然使わない人っていうのも増えてるんですけど、多分8割ぐらいじゃないですかね、トイレ全く使わない人。逆にトイレがなきゃいやっていう人もいらっしゃいますけどね。 あったらいいと思うのがやっぱ雨の日、まあ、外に出なくても済みますし、また男と女で違うかもしれない。そうです、ね、俺たちはちょっと外でしてくればいいやんじゃんっていう風があるかもしれないけど、はい、お母さんの結果トイレはもう本当に真っ二つの意見が分かります。でもそれを処理するのもお母さんかもしれないけどやらされちゃうのあ涼しいところに行けばいいんだ、エアコンは。うん、あのタイヤがついてますね。ああ、それも考え方の一つです。ああ、バッテリー気にして値段もあれだし、っていうんであれば確かにそうですよね。おっしゃる通り、電気がなくなると何にもならないですよね。つきませんし、冷蔵庫も使えないんですよね。そのあたりを考えると、自分はまだそのエアコンっていうのは。それほどでもないかな、まあ、使用頻度に関して比べると、あと値段の考えるとそんなにでもじゃないかなとは思います、ね、なるほど。夏は暑いところに行くつもりないね。
仮にエンジンつけっぱなしでカーエアコンで回してるとこっちまで冷えるんですかね。冷えます、そちらとあとその上の吹き出し、あリアもついてんだ、エンジンさえ回しとけばどうしても冷やしたけりゃそれで冷えるんだ。エアコンをまともに使おうと思ったら発電機必要なんですね。あ発電機は正直ガソリンのアイドリングよりも大きいです。音はあ回してるとき、うん、っていうことはそこら中で使えるものではないです。あ音はね、音が、はい、迷惑になります、ね、周りの迷惑ですね。使えるところは限られると考えていただいて、今田でももちろん使えるんですよね。時間は少ないです。で、ね、止まる期間も短くはなるとお考えいただいて、エアコン回してアイスも抱えれる。そんなに暑くないんじゃないかなと思うけど、これ回して外気温と一緒にはなるんですもんね。あもちろんです。であとか換気してさ外からバー風入ってきて一番暑いって感じるのが、はい、湿気なんですよ。ああ蒸し暑さってこと。そうですそうです。でこれもそうなんで、まあ、向こうもいいですけど一番大事なのは断熱性です。あ夏場の暑さっていうのが昼間やっぱりカンカン照りだと中に伝わってくるんですね、はい、それをどれだけ抑えれるか、うん、で冬の寒さもそうなんですけどそれがちゃんとしてないとしてるところっていうのはもう全く性能が変わってきます。うん当然、ね、断熱性が全然ないところだったら夏暑いんでエアコン、ね、欲しい期間も増えますし、冬場 FFT ヒーター焚いてもなかなか効かないっていう、はいはい、中には聞いたことあります。あその辺の基本性能も一緒に考えてで比べられるといいと思います、ね、その断熱性考えて一番いいのはさっきの、ね、一番最初に見せてもらったやつなんですかね。ちょっと見てみますサンプルあるんで。あ見せてもらって何があるんですか。もう家と変わんないんだよね。ちょっと持ってきます、はい、これ誰自分俺じゃないよね違う、うん、じゃあいいんだけど、やっぱり断熱なんだよ。だから温めんでも冷やすんでも断熱が悪いと効率も悪いし、二重ガラスなんだね。もちろんね、なんか俺あんまり開けちゃうから意味ない、変わんないんじゃないかと思うんだけどな。そんな締め切ったところにいるんだったら夏は暑いのかしらね。みんな締め切ってるとか言うの？でも回しとけば締め切ってんのかな。締め切ってないんだよ多分。ここ開けて開けて網戸にしてこれ回して風、虫が入るでしょ。ん？虫網戸にしてるから基本は入んないはずなんだけど、落ちてくんないんだよ。おじいちゃん一人でプラプラしてダメだよ。夏の環境っていうのはしかも軽いです。そうです。ああ、こっちと比べると外装の重さが60キロぐらい軽いです。ああ、かつ耐久性もあるので、当たった時の衝撃っていうのは同じぐらいなんですけど、光の例えば紫外線の強さとかあと汚れにくさっていうとこっちになります。夏場これ網戸にしてますよね、はい、で全部窓開けて網戸にして、はい、でこれが回ってる状態ですよね、はい、そうです、うん、でその時もコツがあって窓全開でそれを全開すると、はい、電気いっぱい来るんですよね。あなので窓を少しにするんです、開けるのを。そちらもそんなに強くなくて中ぐらいかちょっと弱いぐらいでもいいんですけど、そうすると風が勢いよく入ってくるんですよ、はい、全体の面積が入ってくる面積が小さいけど流量は大きくなりますので、そうすると当たった時に涼しく感じるんですよね。あ、うん、でうちみたいにこうちゃんと寝るところに全て窓があるっていうのももちろんいいことです。まだないところもありますね。まあでもどうしてもまず
やってみてエアコンがどうしても必要だってまたつけられるし、さっき厚着にせがあるって、そっかもしれない、はいはい、けどそういったものは全部厚着点でできます、うん、カラバー点で追加点追加でできます、とりあえず経験してみて、多少あの新車で注文される時よりはあの金額上がってしまうんですけど、ただあの実際つけたはいいけど使わないっていうよりは全然いいと思うんですよ、うん、お金も無駄ですし、うん、スペースも無駄なんですよ、うんうん、経験してからも実際まあそうなったら自分がつけますんで、あの神奈川店で自分はそういう修理の方とかあの装備の方整備の方やってますので、ああそうなんですか、はい、厚切り試乗会やってますんで、はい、ちょっとお店でまた、はい、はい、ありがとうございました。